あ、そうだそうだ、ボード。ボードを作るには、そう見る。工場が必要ですね。工場っていうか、装置。これだ。これが必要だと。これが必要なためには、スクラップが必要だと。で、スクラップはどこにあるんですかと。これはメタル、金属ですね。これはミネラル、鉱山ですね。ここにスクラップありますね。よいしょ。じゃあ、これ1個。誰かやってと。ね。で、クレイはクレイでやっといてもらいましょう。水取りすぎちゃう？もうこんないらんじゃん。よいしょ。食料がちょっと気になりますね。そういう意味では、早く羊飼いたいですよね。羊どっから持ってくるのかよくわかんないですけどね。ここの距離とここの距離か。こっちより、この方がいいじゃん。すごい近い。よかった。スクラップは簡単に手に入りそう。序盤は。早く装備料を作ってね。医療なんかも手に入ってますね。そう見るっていうのは丸太をこう板に変える装置ですね。よし、できた。これ室外にも置けるんだ。こういうの室内に置かない方がいいんじゃないのかね。どうなんですかね。そう見る。ここに置いとこうかな。ここに。よし。誰も作んないのかな？さあ、今は二日目の夜9時ですね。お、作ってる。ああ、これはこれで作る時間はかかるんだ。このね、ログキャビンなんかはバーンつって一気に作れてましたけど。そうでもないですね。こういうところにバリケード貼っとこうかな。サバイバー AI の説明がここで出てきましたね。まあ、プライオリティをこれで決められるよと。まあ、そんな感じでしょうね。これね、プライオリティを決められるよってことですね。ちょっとね、序盤だからか、オクシジェンノットインクルーデッドと一緒ですけど、ちょっと、アサインはまだ、人の仕事のアサインはまだ、後にしようかな。よし。ソーミルができたから、これが作れるね。あ？おう、救出ミッションだ。ちょっと待って、その前に、これ一つだけ必要なんだ。救出ミッションか。救出行くか。4人。もう一人ぐらいいる？これまた、オクシジェンノットインクルーディッドみたいに。人が多すぎると、またこれはこれでメンテ大変なんですよね。でも、隣か。ん？インプ。また同じレベルかな？ならば、ちょっと行ってみようかな。それで、この間、助けて戻ってきちゃっただけなんですけど、多分、物資も、スカベンジングできんじゃないのかな？この、バージョンでは。まあ、そういったところのちょっと好奇心もありまして、行ってみましょうか。レスキュー。で、まあ、念のため、3人で行きましょうか。食料は3持ってくよと。よいしょ。
コンバットのタクティクスがここに書いてありますね。カバー。カバーするといいよっていうことですね。で、遠距離武器と接近戦武器があるんだね。ああ、あとは、この敵一体に対してはこういう側面攻撃っていうのも有効だよってことですね。特に背面側面攻撃っていうのはダメージと精度が非常に高くなるんだね。ああ。この悪魔、相手側もこういった戦略を取ってくるから気をつけてねと。うん、トラッシュビン。これって散策できんの？は、できないの？ん？これできないのかな？これ何？ Ruin the house.まあいいや、ちょっとこっちから行くか。あれ、探せるのかと思ってたけど、探せん。うわ、そんなこんな言ってるうちに敵が来る。体勢を整えよう。戻ってここで。あれ、来ないな。よしよしよし。戦うぞ。ここで戦おう。ん？ちょっと待って。勝手に行かないで。あれ、逃げてる。来た。よいしょ。こっちにしよう。これでどうだ？来い。おっと、こっちに来た方が良さそうだな。よいしょ。よし、大したことないな。車。これは探索はできないのかな、まだ。いいや。ないな。いないな。あ、いた。よし。探索できると、探索っていうかなんか、こうやってね、調査できるとこういうマークになるんだろうな。手のマークに。できないのかな。よし、助けて、助けて。お、上から来たな。よいしょ。したら、迎え撃つ。来い。ルーシーがちょっとね、怪我してるな。よいしょ。大丈夫かな。よし。そしたら探索を戻るけど、何も、物資は漁れないのかな？漁れないようだね。よし、戻ろう。メニュー、ここでもないもんね。ね、探索はできなさそうだね。こういうのは書いたんだけどな。よし。レスキューした。三つの異様。インプを三体倒した。よいしょ。戻れ。
なんかロックが解除されましたね。ロックじゃない、実績か。